ヘラをします。上前同様に出っ肩脇の立ち切りから首腰分8分前身頃のところにヘラをします。続いて背縫い3分と縫い締めにします。そしてそこからコートは着物よりも2分襟肩空きが大きいので着物が2寸3分に対してコートは2分プラスした2寸5分の位置にヘラをしておきます。続いて上前とは逆に下前は下前の片山の折りは出表に折りをします。縫い肩空きのところはしっかり決めます。続いて片山の地の目を通して片山の折りをします。片山のこの折りも間のところは軽くして片山の縫い代に入るところはきちんと折りをします。では下前の前身頃からヘラをします。平らに下に置いて前立てですね。前立ては片山から9寸3分の位置にヘラをします。次袖付けと身厚のヘラをします。袖付けは6寸2分身厚は緩み分も入れて8寸5分2厘次に脇の竹のヘラも9寸3分、209寸3分に身厚の緩み分2分2輪を入れた209寸3分2輪にヘラをします。そして幅の中間は片山の折りから209寸3分の位置に待ち針をしてそこから裾返しのヘラをするようにします。ここが209寸3分の位置。そうしたらそこから疎開針のヘラ上前が9寸5分でしたのでやはり揃えて9寸5分のヘラをします。袖付け6寸5分、6寸2分袖付け6寸2分身厚が8寸5分2厘そして脇丈身厚の分の緩みを入れた2
尺九寸三分二厘。それはもうそのまま、片山から襟方の立ち切りから繰り越し八分を引いた二尺八分五分。片山からは二尺九寸三分の一になります。そして。前身頃同様に幅の 中間はエラーをせずに二尺九寸三分の一に待ち針をします。そしてそこから疎開時のエラー九寸五分のヘラは縫いながらするようにします。身頃の襟肩空きのヘラと立ち切りをコードですので少し引いたします。男物でしたので二寸二分ですけど、この場合は二寸五分ですので三分ほど切り出します。前も上前同様に実際の部分のところまで切り込みを